ケタンセリンとは 5-HT 受容体拮抗薬の一つである。海外で高血圧治療薬として用いられているほか、セロトニン系の研究手法、特に 5-HT2 受容体群の研究に用いられる。5-HT2 アンペア受容体を遮断することにより 5-hydroxytryptamineとの結合を抑制し、抗セロトニン作用を示す。1980年に発見された。商品名スーフェリグゾアル。開発コード R41468。WHOと米国国立衛生研究所は、ケタンセリンを高血圧治療薬に分類している。プロタミン誘発性肺高血圧症を打ち消すために用いられる高圧効果は反射性頻脈を誘発しない。心臓手術の際に使用される。トリチウム標識ケタンセリンが 5-HT2 受容体の受容体結合圧性及びオートラジオグラフィーの研究に用いられる。この放射標識物質で人脳内のセロトニン -2A 受容体の分布が研究可能となった。人小脳のオートラジオグラフィーで、加齢とともに 3H ケタンセリンの結合量が増加するである一方、75歳では 100FM を超えることが明らかとなった。同研究では、脳破砕物を用いた実験でもケタンセリン結合量が加齢と優位に相関することが見出された。放射性炭素で標識した NNC112 を用いて、ドーパミン D1 受容体を研究する際に 5-HT2 受容体をマスキングするためにも用いられる。ケタンセリンは、月種類では、高親和性非選択的 5-HT2 受容体、遮断薬であるが、1等の0丁目では、ケタンセリンは 5-HT2 アンペア受容体に対して 5-HT2C 受容体よりも、高選択的であると考えられる。加えて、ケタンセリンはヒスタミン H1 受容体に高い親和性を持っているほか、下記の受容体に親和性を有している。ケタンセリンは、小胞モノアミン輸送体も遮断する。ありがとうございます。